1月18日、川崎市立日本民家園で文化財防火デーの一環として合同消防訓練が行われました。多摩消防署や消防団のほか日本民家園の職員らが参加し、緊急時の体制の確認などを行いました。訓練マニュアル、いわゆる訓練のやり方ですね。こういった文化財をどうやって守っていくか。法隆寺の金堂が焼失したことを契機にですね、文化財防火デーというものが制定されました。火災や震災等から文化財を守るという目的で訓練を毎年実施しております。日本民家園さんは木造の古い家屋ということが特徴になっておりますので、自衛消防隊による初期消火、消防団、そして消防署のいかに早く迅速に対応するか、こちらがとても大切になると思います。今回の訓練は震度7の地震が発生し、園内の展示民家の一つ旧工藤家から出火し延焼拡大したという想定で行われました。逃げよう、みんなで一緒に、はい、来園者の方にも。日本民家園の職員からは初期消火をはじめ119番通報や来場者の避難誘導など様々な経験ができてよかったという声が上がっていました。地元の消防団の方、それから管轄の消防署の方、そういった方たちと協力しながら民家への文化財を次の世代に引き渡していきたい、そんなふうに思っています。今後とも定期的に消防訓練を繰り返して全てのスタッフが習熟できるように訓練を重ねていきたいと思っています。